야, 마지돈메는대메런그로바나치킨이기댄자인데와이스라엘이소이스라엘으로와이기니는이스라엘으로뜯는기댄거같아근데뭐기댄거같아내고라남이댄거같아고라때뭐다리좋아했대내고라그래보고유쇼시대1000만떴다이스부치걸으신까로아이스남이뜯거마지まさかビビってないですよ。俺だった、俺余裕で勝てますよ。ビビってはないと思うけど、さすがに。なんで俺がやるんだよ。오늘은일본의길거리싸움꾼들에관한내용인데요일본의양아치및길거리파이터들100명을한장소에모아두고토너먼트형식으로최강자를가리는것입니다심사위원으로는일본의길거리파이터로인지도가높은아사쿠라미쿠로와길거리싸움방송에서출연자로서명성을높인우리타등이참여하였는데요일본의전국각지에서다양한사연을가진길거리파이터들의이야기지금부터보겠습니다ブレイキングダウンから新たなスターを輩出すべくここに喧嘩自慢の方100人にお集まりいただきましたこの中の一人とブレイキングダウンでですね年間1000万円の契約を結ぶ準備があります今聞いてるお前もちろんえもちろんだよ何言ってんだお前5つの特別ステージでバトル鉄棒にぶら下がりどつき合い蹴りありの落とし合い鉄棒バトルロワイヤル土俵の中では何でもありの MMA 相撲バトルロワイヤルさらにパンチングマシーンで潜在能力を測り最後は海田純氏が直接思いスター性を見極めるてめえら聞こえってんだよ乗っ越え来いよ話そうで海田面談まずは100分の32 70人を一気に落とす予選会がスタートしたそして予選を突破した32人が決定した32人残った人たちで、トーナメントのスパーリングをしてもらいます第一試合あいつかあいつだって俺殴られて口血きたいやマジでてめえらの黒話聞きに来てんじゃねえんだよおいイスラエルやめろイスラエルやめろおいイスラエルやめろっつってんの喧嘩できんのかできねえのイスラエルやめろっつってんの聞いてんのかってこれ聞いてんのかってめえこれなめてんのかこれって大丈夫だってめえこれそれだけこいつだねてここ優勝して1000万取ったあいつぶち殺しに行ったら俺あいつなめてっからマジで自分10代の頃、まあ、暴走族地元で作ってでやんちゃしたんですけど決勝戦で自分の先輩の小田さんとやるってなったんですけど、まあ、一緒に出たい気持ちがあったんで自分階級変えてフェザー級行ってで決勝戦で判定負けしちゃって、まあ、代表取れなかったっていうのが、まあ、めちゃくちゃ悔しかったっすね。よーい残った
よーい、残った。まさかビビってないですよ。俺だった、俺余裕で勝てますよ。ビビってはないと思うけど、さすがに。なんで俺がやるんだよ。残った。あ、そういうこと。悔しいならもう一回。じゃあもう一回。ちょっといいですか。あ、残った。全部通すよ。何かかってこい早く。バカ野郎。はい、行きます。はい。はい、ブレイク。ブレイク慣れてる。結構いいな、29番。気持ち強そう。いいけど、パンチ重い。はい。はい、ブレイク。ブレイク慣れてる。ファイト。ですよね、29動き悪すぎ、マジで。いや全然嬉しくないです、あんなもんじゃないですね。次また、はい、バリバリなんで見事くさい。こっちごめんだ。あいつ結構いい。107結構良かった。ああ103も悪くなかった。1対1で最後蹴りつけられてよかったです。ね、今運送業やってて、でまあ夜走って朝帰ってきて、で全部バラ積みで汗毎日書いてる感じですかね。今日1000万持って帰んねえと嫁に合わすかもねえんだよ。で、嫁の実家にも転がり込んでて、3人暮らしもさせてあげれないし。今日絶対勝って、で、みんなが背負ってるのと絶対違うから。で、1000万取って、家族とみんな一緒に幸せになろうかなって思ってます。まあ、1000万契約で100人1人選ばれたらもう俺やんみたいな感じなんで。
1000万ってこんな薄い金なんやっていう。はい、いきます。すげえな。もう勝ちますよ。まあとりあえず焦らないってとこっすよね。